90年代ネオハイパーウルフやり方を公開します。セルフブリーチとセルフの黒染めをしております。こちらミックスの内巻きになります。ツイストバンドと R ピンニングが基本となっております。この白いのがポイントで、ここにですねしっかり薬剤をつけることによってメンズのパーマは根元からしっかりパーマをかけることができます。そしてよく見るとロッドの端から端はつけてなくて真ん中だけつけてますよね。端をつけると跡がついちゃうっていうことですね。はい。でここはパーマの後のチェックカットですね。はい。で適当に切ってるように見えるんですが、少しずつですねブツブツこう穴を開けてるというかイングラのプラントを入れてるような感じなんですが、パーマの動きを見ながら、毛先に重さを足しながらちょっとこう穴を開けてるというかブラントのイングラを入れてるような感じになっております。もみあげが今回ポイントだったんですが、このパーマを活かせるように細かくショーバルタのシザーを使いながら調節をして毛先に重さを出していきます。はい、この辺もねパーマの動きを見ながらやってます。このねスタイリング剤はもうマストです。クリアコートとバームオイル、これもすごいスタイリング剤なんで万能ですね。このような感じにスタイリングができました。はい、パーマはねやっぱ根元からしっかりかかってるのがメンズの場合はポイントですので参考にしてみてください。はい、このような仕上がりになってしっかりかかっております。スタイリングもすごい簡単で30秒ぐらいあればスタイリングはできちゃいます。お土産が今回ね結構ポイントなんでかっこかわいい感じを作りたいなと思っておりました。過去の限定動画たまに公開するのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もできれば皆さんよろしくお願いいたします。これからも頑張りますのでよろしくお願いいたします。